Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。グッドイブニング。午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。なかなか梅雨明けませんよね。ジメジメして本当にね、王子のね脇汗もねもういっぱい。名古屋の王子マスクマンでございます。はい、本当に梅雨明けませんね。なんかもう自分がかびてしまいそうです。味噌煮込みスキーと、ですね、今日は本当にですね、雨で雨が途中降ってきまして、困ったなと思って、もう汗は出るわ濡れるわ大変だったダンサーズでございます。はい、今週のテーマは台風。今週のテーマは台風です。なんだか今日エコー強め。はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリッスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄から FM ギノワンを選択してください。名古屋は栄養コーナーがあります。今日は、台風についてフリートークです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート東海共和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、ツイキャスでですね、バーモントさんこんばんはということで、こんばんは、小勝からもしさんもこんばんは、青森からツイキャス見てます、早く梅雨明けしてほしいですね。そうですよね。あと小勝からもしさん面白いエコーですねって言ってます。はい、で台湾さときちさんこんばんは、仙台に引っ越ししたさときちです、覚えてますかということで、あ、覚えてますよ、ご無沙汰しております。ご無沙汰です。ラソエのしんちゃんさん、名古屋の皆さん中がなびら、はい、さい。いや、それはい、ということで、うん、小勝からもさん、今月まだ台風発生していないですよね。これから台風来るのは確実ですよね、ということでした。はい。はい、ということで、ではメール、台風のテーマで、どうぞ。はい。はい、あのね、はい、ちょっとおっかないメールをね、いただきましたよ。はい。はい、なんでしょうか。全員型警部からですね。はい、はい、どうぞ。今週のテーマ、台風といえば、はい、小学校の頃、台風になると近所の友達と一緒に流れの激しくなった川に入り遊んでいましたね。え、危ない。いけ。あの頃は地球温暖化がなかったとはいえども、今にして思えば自殺行為に匹敵する無謀な遊びをやっていました。無謀ですね。うん、お三方は台風になると近所の友達と一緒に無謀な遊びをやったことがありますか？ないです。ないです。それはないよね。ないの。あのね、あの風がね、こう吹いていろんなね、女性のね、こうひらひらがこうふわっと舞うときにね、ちょっと見ちゃうときあるんだけど、それは無謀な遊びじゃない。
はい、じゃあ次行っていいですか。はい、旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、台風。小学生の頃、私は団地で生活をしておりました。高台に建物が建っていたので、台風がやってくると、当然風はより強くなります。建物を壁にして歩いていると、建物から出るとき、強い風に煽られて押し飛ばされそうになりますよね。当時、私が住む団地は、隣の団地と芝生が敷き詰められた少し高台に立っておりました。台風がやってくると、少し高台に立つ団地を壁にして、思いっきりダッシュをするのです。そして壁にした団地を走り過ぎた瞬間、思いっきりジャンプします。しかも隣の建物かっこ芝生に向けて走り幅跳びのようにジャンプです。すると台風の横風を受けて飛距離が増して浮遊感を体感する遊びをしておりました。今思うとよく怪我をしなかったと思いますが、子どもの頃の良き思い出です。旧名古屋の皆さんも幼少の頃、名古屋にも台風よくありましたか？王子やダンサーズさんもこのようなバカな遊びはやりましたか？お、もしかして、みそにこみすきさんもやりましたか？では、番組最後まで頑張ってくださいということで。ありがとうございます。なんかみんな結構無謀な遊びやるんですね。うん、なんかね、そういう時って、ちょっとこう遊び心が出ちゃうんじゃないですかね。怖いところに行きたいみたいなね。いやー、すごい。王子はあんまりね、そのちっちゃい時そういう、あれがなかったですね。こう遊んでるっていうのがね。年齢を増してからですね。危険な遊び？危険な遊び。いや、危険な遊びじゃないこちらはこうね、冷静な目でちょっとこう観察してる。人間観察ですよ。なんかな、王子の人間観察不純だもんな。まあ、例えば一人 TM レボリューションとか。まあそうだね、うん、そんなことやってるとね、TM レボリューションがまたさ、ねえ、こう分かる、そのネタが分かるのもちょっと年代限られるよね。はいはい、はい、続いてですね、はい、泉さんの特急さんさんからですね、ありがとうございます。ありがとうございます。台風といえば2018年8月末、近畿を襲った台風21号です。この台風は猛烈な風が吹いたおかげで、あっちこっちの電柱が倒れたり、店の看板が飛んだり、停電が発生したりで、本当に醜い台風でしたね。実家の屋根瓦がすべて飛んでしまい、あら大変、修理費に200万円かかりました、すごい。結構ね、いろんなこう、屋根だけじゃなくて下地からとか全部やるとね、防水とかやると結構お金かかりますね。また台風が大阪を直撃したので、台風が通り抜けるまで帰宅できず散々でした。こんな台風はもういらないです。ちなみに停電が4日間続いたので、冷蔵庫にあったものが全てダメになりました。ですよね、冷蔵庫ね、消えないとね、やっぱりいろんなものがね、ダメになりますもんね。電気来てないからね。そうなんです。あれね、そういう風で冷蔵庫自体も傷む場合があるんですね。うん、別に王子、電気屋さんじゃないですよ、そういう、話は聞いたことがあります、でも、あれですよね、ちょっとね、最近、なんだろう、停電するぐらい大きい台風、多いですもんね。そうです、だから、いろんなことが、関西も日本の間ね、時間の方で、そうですね。では、いきますね、はい。はい、名護島奈さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。今年は8月に台風が多く発生すると聞いていますが、どんなですかね。私は台風に平屋地は作っていませんが、クーラーボックスに氷の塊を準備することが多いですよ。停電になると冷蔵庫の中のものが傷んでしまうので、そして外に出ることになってしまったら傘じゃなくバスタオルをかぶって出ます。台風の情報はラジオの電池を必ず変えることですね。今年はコロナもあるので台風の被害がありませんように。それではお邪魔しました。暑いので暑さと新型コロナに負けないように頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、その傘じゃなくてバスタオルをかぶって、もうだから傘なんてね、全然あれか、傘の場合はクリンクリンしちゃうじゃないですか。お約束のお約束あれ、ね、反対にひっくり返るやつ、クリンってなるのはいいんだけどね、骨の部分がね、折れちゃって後から使えないってことが多いですから ね。でも必ずなんか台風の中継って、ね、ひっくり返るシーンやりますよね。そう、なぜでしょうね。やりますね。
ね、傘がボロボロになって、うん、と、ね、うん、なっちゃうパターンありますけども、お約束ですよね、あれは。あれね、うん、お約束パターンですけど。うん、ちゃんとね、中継やるときはね、ヘルメットをかぶってね、防御しながらってことが多いですけどね、一般の方はなかなかね、ヘルメットかぶってね、歩くことはないですから、うんうん、それでもね、先ほどのね、あれじゃないですけど、看板が飛んできたりとかね、屋根がね、崩れたりっていうところがありますのでね、皆さんご注意していただきたいと思いますけども、まあ、王子の場合はね、何かしらこう、気づくとこがありますので、うん、さっと反応できて、人のね、うん、後ろにスッと隠れて、自分が防御していただくと。わかります？ん？よくわかんない、今、ね、今。じゃあだから、すごい想像したんだけど。だからね、そういう、こう察知したら、人影に隠れて、うん、僕の身代わりになってねって。うん、そういうつもりで喋ってるの。はい。はい。はい。ああ、なんか。最近あんたたちもあれですね、察知しなくなったね。なんかもうセンサーが働かなくなってきたわ老化現象はい、いきます、はい、お三方こんばんは、フルムン新一です。ありがとうございます。台風、僕は過去に2度ほど暴風警報発令中結婚披露宴に行ったことがあります会場の都合上どうしても開催せざるを得ないらしく、主催者新郎新婦側も苦渋の決断です。すごいな。当日は背広の上からゴミ袋をカッパ代わりにかぶって暴風の中決死の覚悟で会場に行きました。本来は良くないことなのでしょうが、こちらも流れに任せて出席してしまいました。会場に到着すると意外なことに出席率は9割を超え賑やかでした。すごい出席です、うん、すごいです ね。みんな意外に頑張ってきたってことですね。記録に残る結婚披露宴の一つです。皆さんは暴風時に冠婚葬祭やイベントに行ったことはありますか、ってことで。なかなか、ね、いや、まずないですね。開催されてないですね。ある台風ではないですけど、うんうん、大雪の時に葬式があった。あー、ツヤで行きましたね。そういうことはありましたけど、台風はないですね。まあね、その暴風警報が出るほどの台風自体が少ないから、うん、あまりそういうのに当たらないってことなのかな。先ほど特急サザンさん言ってました、うん、台風ですけど、あれもの名古屋すごくひどかったんですね。で、実は我が家のアンテナ、アンテナが崩壊しました。そう、うんうん、そういった思い出しました。うん、はい、被害が出てるじゃないですか。いやー、うん、そうだ、思い出したわ。はい、うん、あれねえ、ちょっとあれ怖かったんだ、そういえば。ですね、はい、ツイキャスですね、はいはい、バーモントさん、飛行機で台風接近により出発地に引き返す条件便に乗ったことが2回あります、うん、どちらも台風より先に目的地に到着したのでセーフでした。あ、これ私も経験しておりますね、うん、はい、そうですね、あれは確か石垣に行く途中、石垣か、那覇から石垣へ行くときにこういった経験しておりますね。条件付きっていうことだ、ね、とあと名古屋から那覇に行くときも同じようなありました、うん、ホテルのロビーとか、いつも泊まるホテルに着いたときに、よくご無事でって言われましたよねそうですね、そういったこともありました。ありましたね、はい、うん、あとひろちさんこんばんは。あとレイヤーさん、はじめましてですか。名古屋に反応してきました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、名古屋から、放送しておる、番組でございます。電波は FM ギロナから出ております。はい、すいません、沖縄にワンチュールさんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。昨年の台風はとにかく大変だったって、あれこれです。泉さんの特急サザンさんの、同じ台風ですよね。そうですね、はい、はい、ということで、では CM の後は名古屋栄養コーナーです。はい、
切な一層材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーですけれどもね、今日はちょっと台風についてのフリートークにしたいと思います。はいはいはい。台風、まあ台風ですけど、まあ先ほどちょっと言いましたけども、アンテナが我が家の話、我が家崩壊したっていうことがありますね。で、あとそうですね、台風って言ったら、我が家のまあシャッターがあるんですけども、あの風がもうとても強く吹いてて、シャッターが膨らんでたかな、そういう印象がありますね。結構ね、そういう、こと、いろんなお宅でね、そのシャッターちょっと壊れちゃったかなと、あとあれですか、あのカーポートのね、上のこう屋根の部分がね、飛んじゃったよとかっていうのを聞きますけども、やっぱり風が吹き上がりますんで、で結構下からの力でこう飛んでいくんでしょうね。最近のね、王子はね、ちょっとね、ウェイトオーバーがありますのでね、台風さなかにいてもね、多分飛ばないと思う。でもやっぱり台風っていうと、名古屋はやっぱりね、名古屋っていうか、愛知は伊勢湾台風のやっぱりイメージが強くて、で、もう必ず、なんだろう、その、まあ、自分のお父さん、お母さん、おばあちゃん世代になると、必ず台風って伊勢湾台風に比べてどんな感じかっていう風に、必ずなんかそういう比べ方をするんですよね。なんか伊勢湾台風並みの台風ですっていうと、みんなこう怯えるみたいな感じがありますね。で、ちなみに伊勢湾台風っていうのは1959年9月に、9月26日に潮岬に上陸した台風なんですけど、はい、結構やっぱりその被害が大きくて、で、私の父も当時は名古屋の港区にいたんですけれど、その名古屋港の近くだったので、やっぱり家が浸かって、本当に1階が浸水しまして、で、そこに猫と犬がいたんですけど、本当になんか猫も犬もタンスの上にこう逃げてたっていう、なんかそういう覚えがあって、覚えがというか、そういう話を聞いてて、やっぱり結構ね、ひどかったみたいな。そうですね。だからやっぱりこう2階とかこう、高いところにね、避難して助かった方もいると思いますけども、まあ、私のね、その、まあ、おじいからの話ですとね、やっぱり低い地域のとこですね、ちょっとやっぱり、1階ぐらいまで水が浸かってて、もうこれは本当にリアルな話ですけども、お亡くなりになられた方がもう浮いて流れてきてたよっていうことも言ってましたんで、かなりひどいね、台風だったと思います。
そう、だからやっぱり今でもこう必ずその伊勢湾台風の時に使った地点っていうのが結構残ってるところがあって、あ、なんかここまで来たんだなみたいな感じで、うんうんうん、ね、そうですね、だから、ね、あの昔に比べると今こういろんなその台風に備えたようなその、対策もね、取られてると思いますんで、そこまでね、高潮防波堤とかできてたりとかね、ね、その教訓を生かして結構その、うん、名古屋というか愛知県は結構その伊勢湾台風の時の被害からこういろいろ対策を取ったみたいなところもありますよね、うん、だからかなりひどくなるっていうことはないような気がしますけども、うん、天災なものですからね、もう、かなりひどいものが来ればそれ以上ね、自分たちが考えること以上のことが起きる可能性がありますので、やっぱり十分で、ね、気をつけないといけないと思います、うん、はい、まあ、特に名古屋の西の方ですけども海抜ゼロメートル地帯というところがありまして、うん、はい、あのゼロもしくはマイナスというところもあるんですけども、そうそうそう、海面より低い、うん、低いんですよね、うん、そういうところなんかはね、高潮 防波堤があったりもしてますので、うんうん、まあ、家もねそのようになんていうんだろう、そのちょっと高床ですよね、高床って言ったらおかしいけど、うん、まあね、確かにね、その基礎をちょっと高くして、うん、逃げを立てたりとかね、うん、してます ね、 そうですね、でもね、うん、それ以上にね水が使って、ね、でもこの間のほら今はね、うん、そうやって言ってもやっぱりなんかもう50年に一度の大雨っていうのがね、もう50年に一度じゃないじゃないっていうぐらいの雨が、ね、あるから、うん、結構ね、だから今いろんなことがこう、うん、起こりうる、まあ、地球温暖化じゃないですけども、うん、起こりうることがたくさんありますのでね、うん、はい、なかなか気をつけようがないかなっていうこともありますけども、うん、それでも皆さん気をつけて、はい、はい、ということで名古屋は栄養というよりは今日は名古屋台風話でした。はい、ツイキャスでですね、ひろっちさんが4年前名古屋の職場で働いていた時のことですが、台風で職場の周りの道が冠水してしまい職場から動けず一夜を過ごしましたということで、うん、ね、4年前も結構4年前、うんうん、沖縄にあるチュールさん、長島やとみは海抜より低いですねっていうことで、まさにそうですよね、うん、そのゼロメートル地帯って言われてるところ。で台湾佐藤吉さんが十何年か前名古屋の宅地が水浸しになったことありませんでした、うん、あれは台風でしたっけっていうことで、あの東海豪雨のことかな、うん、東海豪雨、あれは台風ではないのかな、うん、あれは前線なのかな、20年ぐらい前の話、ね、うん、ありましたね。まあ実際にね、大変な思いしましたけど、帰り通常ですとね、さ、あの3、40分で帰れるところが6時間かかったっていう。ああ、そうそう、うん、全然帰ってこなくてね、うん、でラジオを聞いてたんですけど地元の、はい、なんかねもう。その中継してるんですけど、もうなんかもう膝に水があって、膝まで水があって言いながらねラジオ中継してたのすごい覚えてて。そうなんですよ、ね、ちょっと怖かったな。一番ひどいところはあのバスが沈んでたんじゃなかったですか。あ、ありますね。ああ、そうです、そうです、はい、うん、ありました、ありました、バスそのまま沈みました、うん、あれは屋根まで使った東海豪雨の時かな、うんうん、でしたね、うん、浦添のしんちゃんさん、沖縄では台風が来て会社が休みになっても家にはいないよ、うん、映画館やカラオケとかで楽しんでる人がほとんどだよって。あー、そうですね、あ、もう、うん、慣れてるからそうなっちゃうのかな、やっぱり。あとですね、台湾佐藤さんの10年か何年前、うん、10年ぐらい確かにね、ありました、うん、ありました、うん、10年ぐらい前に、うん、確か車が水没したっていう、あれまた、あ、また別のが、あ、また別の、台風じゃなかったたんですけど、うん、1時間に確か100ミリ近い、110ミリぐらいの大雨が来た時や、そう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 、あの、うん、でしたね、はい、車がどんどん水没してったっていうのを、そういえばありましたね、見たことあります、そうだそうだ、はい、あと沖縄にわんちゅるさん、伊勢湾台風のこと
を書いて、投稿いただいてるんですけども、はい、はい、本当に、その近鉄のことを、予定が前出しになったというのは、はい、私も聞いたことあります。はい。あ、そうなんですね。あ、メール、もう、はい、はい、ありますよね。メールありますよ。はい。はい、じゃメールいきますね、はい。お願いします。はい。はい、大体、名古屋チームの皆さん、こんばんは。サマージャンボ宝くじが当たりますように。当たったらいいよね。アレックスさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。普通の台風は大好きです。え大好きです、風強いし、涼しいし、でも、でっかくてトロトロしてる台風はあまり好きじゃありません。停電がとっても難儀。スマホいじれないし、クーラーがつかないから、夜は眠れないから。しかし、今年は台風が来ないね。うんうんね、このまま行くと7月沖縄台風上陸しないんじゃないかっていう、うん、なんかちょっと記録に残りそうな感じしますよね、うんうん、そうですよね、うん、台湾さときさんが台風ネタいいですか。昔オリンピック台風っていうのがありました。なんと日本の気象図の中に5つの台風が、検索してくださいマジだからって。そんなあったんですか、うん、すごい5つ どういう状態なんだろうね。配置図気になりますけど、なんか前、この前、うん、逆走台風もありましたよね。あー変な台風ありましたよ ね、はい、あ、シュプリームさん遅くなりましたがこんばんは。こんばんは。2016年10月沖縄から帰る日に前日に猛烈な台風18号が直撃し、飛行機飛ばなくなり、ウハウハで旅行をエンジョイしたことがありますって。ウハウハ嬉しい人は嬉しいんでしょうけどね、うん、もう本当に会社があってっていう人もいますよね、うん、そうですね、うん、そう、なんか自分がなんか、ね、そう、なんか結婚便をなんか見た時に、うん、なんかすごい神妙な顔して電話してる人とか空港で見たことありますけどね、うん、見ました。なんかちょっと他人事じゃなかったな、うん、あれは。そうですよね、うん、行くことに関してもね、帰ることに関してもね、うん、ちょっとね、ドキドキしちゃいますよ ね、うん、さて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 、もう早いものでエンディングになりますね。はい、はい、エンディングです。はい、来週のテーマは野球です。はい、来週のテーマは野球です。なんか今日エコー強いね。強いですか。はい。はい。はい、この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週も聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。台風は被害がないのが一番、大きな台風が来て被害がありませんように。8月はね、王子がね、台風の目になっちゃうよ。キャー。はい、あれ閉店ガラガラしないの。え、あら、はい、では、はい、さようなら。閉店ガラガラ。なんで今日閉店ガラガラしなかったの。ちょっと忘れてた。すごい待っちゃった。うん、ちょっと忘れてたね。ね、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。来週のテーマは野球です。そうだね、皆さんね、好きな野球チームとかがあると思いますので、ね、いろいろあるのでね、うん、で、あと選手が好きとか ね、この選手は嫌いって場合もありますけどもね。え、今年のまたね、うん、野球はちょっといろいろありますからね。そうなんですよね、まあ、そんなことも、うん、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。